大門三岸君。大門です。まあ、すでにいろいろ質問がありましたので、私の方は一問だけ、少し大きな角度での質問をさせていただきます。コロナの経済危機の中でのマネーの動き、これ全体どう見るかという点に絞ってお聞きしたいというふうに思います。資料をお配りしているかと思いますが、1枚目にですね、日経新聞の記事を載せておきました。高リスク資産960兆円10年で倍増、備え不十分ということですが、これはIMF がですね、22日に公表した国際金融安定性報告書というのがありますが、その中で低格付け、リスクの高い低格付けの資産にへの投資がですね、この10年で倍増しているという記事でございます。で、この投資家というのは、当局の監視が緩い、ファンドなどの資産運用業者が多く、損失への備えが不十分であると。で、新型コロナウイルスによる収益悪化が長引けばですね、これがかつてのリーマンショックの時のサブプライムのように、あの時ハイリスクのですね、いかがわしい商品に、がきっかけになって金融システムが破綻したわけですが、そのリスクも大きくなるということを IMF の報告書が指摘していると、そういう記事でございます。要するに、リーマンショック後にですね、監視の緩い投資ファンドなどのマネーがハイリスク、ハイリターンの投資投機に向かって、それはもちろん世界的な低金利緩和マネー、をファンドが調達をして、利財を稼ぐためにこういうハイリスク、ハイリターンの危ないものにどんどん投資してきたと。それが今後のこのコロナ危機の後のリスクにつながるんではないかということを端的に示した記事でございます。で、このファンド等のですね、規制については、日銀の政策委員会審議員だった、木内隆秀さんがですね、先月出された時事論説の中で指摘をされております。要するにリーマンの後ですね、金融規制は強化されたんだけども、こういう投資ファンドなどの資産運用会社は、非常に抵抗して、規制させないということでやってきて、それがそのままになって規制が緩い中で放置されてきたということが指摘されております。その金融規制に反対してきた資産運用会社の筆頭に挙げられるのが、世界最大の資産運用会社のブラックロックであります。で、ブラックロックとも有名ですけど、いくつもの投資ファンドを使って今運用資産は今年の3月末で、なんと700兆円もの運用しているという、途方もない、資産運用会社でございます。例えば日本の GPIF は、では日銀と並ぶ大株主になっているのがブラックロックということでございます。で、資料の2枚目ですけど、そのブラックロック含めて資産運用会社と日本のメガバンクが、M&A 合併買収を繰り返している姿を示した記事でございます。要するに日本のメガバンクもこういうブラックロックなどの投資ファンドと一体になってマネーを運用しているということでございます。で、次の3枚目の資料が、そういうファンドマネーがですね、日本のメガバンクも一緒になったファンドマネーがタックスヘブン、この問題はたびたび取り上げてきましたが、ケイマンへのタックスヘブン、ケイマンへの証券投資残高の推移のグラフですけれども、どんどん増えていると。こういうマネーが結局税逃れで、散々利財を稼いで税逃れでケイマンに行っているというのが、その資料でございます。で、4枚目がその日本の銀行ですけど、日本の銀行というふうな指標でとっても、ケイマンへのですね、預金残高がどんどん増えているということであります。ケイマンというのは税逃れだけじゃなくて、非常にシャドーバンキングといいますか、アンダーグラウンドな分からない投資ができるところでありますので、そこへの投資が日本の銀行としても増えているということでございます。で、こういう事態をどう見るかということなんですけど、このマネーにはですね、当然
日本の銀行の貸し出し、つまりは日銀の金融、金融緩和による緩和マネー、あと世界の中央銀行がコロナ対策といって緩和マネーを出しておりますので、そういう世界中の緩和マネー、全部と言いませんけどね、それがこのファンドの利財化石に使用されて、しかも税逃れをしているという構図で、これは国の税収をの損失でもあるという構図でございます。で、質問はたった一つなんですけれども、このブラックロックなど資産運用会社投資ファンドがですね、金融規制を逃れて、先ほど言いました世界の中央銀行のコロナ対策を含めた緩和マネーも活用して荒稼ぎをしていると。で、これは勝手になんかやってんだなじゃなくって、このまま放置すると、最初の日経新聞の記事にありましたけれど、リーマンショックがサブプライムローン、というですね、危ない商品、高リスク資産の破綻によって、一気に、顕在化したわけですけど、そういうことが先ほどのリスク資産にどんどんやってますから、危ないものにですね、これ一旦、そこで破綻すると、この金融緩和マネーの中ですね、どんどんつぎ込んでますから、同じような新たな金融危機を招く危険性があるというのが最初の記事に戻るわけですね。こういうふうな今のコロナ対策と言いながら、マネーがそういうところにも流れているということに対して、やっぱり危機感を持つべきだというふうに思うんですけれど、こういう面もきちっと見ておくべきだと思うんですが、黒田総裁のお考えいかがですか。黒田総裁。まず日本銀行が2013年の量的質的金融緩和を導入した以降、強力な金融緩和を続けております。さらにご指摘のとおり、コロナ対策という形で、さらに金融緩和を強化しているということであります。で、そうした下で、確かに金融機関とか企業によるですね、海外向けの投融資あるいは M&A が増加しているというのは ご指摘のとおりでありまして、ただこういったその企業や金融機関の取り組みについては、適切なリスク管理は必要でありますけれども、グローバル需要の取り込みなどを通じて、我が国の経済の成長力の強化にもつながっているというふうにも見ております。で、そこで、一方で、日本銀行がこういった企業力な金融緩和を続ける、そうした下で、企業や家計の資金需要が高まっておりまして、銀行の国内貸し出しですが、7年以上にわたって前年比 2-3% の高い伸びを続けておりますので、日本銀行の金融緩和が一方で国内における貸し出しの増加を通じて経済活動にプラスの影響を及ぼしているということもお考えいただきたいと。で、他方でご指摘のようなですね、リスクについてはですね、私ども十分注視しておりましてですね、累次の考査等を通じて、また金融庁ともですね、よく連絡を取りながら、特に金融機関のですね、リスクという面については非常によく見ておりまして、今のところですね、この配布された資料の1でもご覧になっていただきますように、このレバレッジローンなんかの保有の割合は、法銀の割合はまだ小さいと。それから CLO を、特定の金融機関がかなり所有していたんですけども、今はあまり新たな投資してないようですけども、ほとんど高い格付けのものだけですのでですね、リスクはそれなりに管理されているというふうには見ておりますが、このところですね、確かにクロスボーダー融資の最大の金融機関は法銀でありまして、BIS の統計でもそうなっているわけですので、そういったものの、広い意味でのリスクというものはですね、十分私どもも注視しておりますし、金融機関それから金融庁もよく見ていると。今のところこの大きな問題になるというふうには見ていませんが、ただおっしゃる通りですね、今全世界の中央銀行がものすごい勢いで、流動性を供給してますので、それがそういったものに流れていくっていう可能性は否定できない。ただ
今のところですね、もう圧倒的に国内の企業事業者の資金繰りの方に向かっているというふうに見ております。大門三岸君。はい、ありがとうございました。黒田総裁への質問はこれだけでございますので、ご退席いただいて少しでもお休みいただければと思います。黒田総裁ご退席いただいて結構でございます。大門三岸君。それでですね、今当面の緊急課題になっている持続化給付金について伺います。でこれは12日のこの委員会で牧原さん副大臣にも来てもらって、いわゆる雑所得や給与所得などの方々が門前払いになっている話ですね、持続化給付金で。で時に私提案させてもらったのは、今の電信申請が事業所得だけになってますけれど、それに加えてですね、それ以外の所得の方は申告書とともに事業の実態が分かる書類を添付してくださいというふうに変えればいいじゃないですかという提案をさせてもらったんですね。で、牧原副大臣は選択肢の一つにしますというふうにその時はお答えいただいたんだけれども、ところがそれから10日間ですね、実は検討されたのは別の制度を検討されていたと。つまり電子申請を変更するとシステムを止めたりいろいろしなきゃいけないんで、そういうわけにいかないんで、別の制度で対応することを、検討をお願いされていたと。しかし結局今は今の私が提案したような電子申請の中で、入り口を、事業所得の入り口はそのままにして止めないようにして、もう一つ入り口を作ってね、雑所得や給与所得フリーランスの方は救済しようということでお考えになっていると。言ってしまえばこの10日間ね、何を検討してきたのかと。最初からやってればね、この10日って大きいんですよね、現場の方にとってはですね。だからもう今更ぐだぐだ言うつもりはありませんが、もうちょっとですね、右往左往しないで検討していかないと、これ2度目はないですよ本当に。この前言ったけど、また検討のし直しとかね、またなんかないんでね、例えばこの10日間が大きいという意味はですね、その別の書類を何出してもらうかを検討するためにいろいろやってらっしゃると思うんですけれど、それがまだ決まらない。それが決まったら今度はそれに基づいてさっき言ったシステムをもう一つ、ルートを作ると。これやってると確かにそうですね、やっと開始で受付開始が6月半ばぐらいになると、支給はまた7月とか8月になってしまうと。持たないですよね、現場ですね。いうようなこともありますので、急いでですね、もうこの方向で行くなら行くで、ぐだぐだ言いませんので、6月半ばと決めないで、できるだけ早く受け付けできるように、まず頑張っていただけたらと思いますが、いかがですか。那須の事業環境部長。お答え申し上げます。収入を税務上ですね、雑所得とか、それから給与所得として、計上しているフリーランスの方について、国会でもご指摘、先生からいただいております。で、22日に通常の審査と比べて、若干時間をいただくことになるとは思うんですけれども、一定の要件の下で、持続化給付金の対象とするということで、梶山大臣から発表させていただいております。で、こうした雑所得、それから給与所得の中には、事業性のないものも含めて、さまざまなものが入っています。雑所得についてはネットオークションの売上とか、あるいは株取引の収益、とかあるわけでございます。でそういった中で事業 の実態を、しっかり把握することができる制度設計が必要だというふうに考えておりまして、そこが先生から見るとモタモタしていたというお叱りを受けるところだと思いますが、我々としてはいろいろ努力をして、この一番正直申し上げると、当初は別の仕組みでと考えていたわけですが、給付金方式にした方が皆さん の利便性が良いだろうということで、あえて大きな軌道修正をしてですね、給付金制度に載せるという決断をさせていただいたということでございます。で今後でございますけれども、ご指摘もございますので、ただ一方で現在やっている給付金の作業にですね、こうデータがなだれ込んだりしたりしてね、データが消えてしまったりですね、あるいは審査が滞ってしまうということはあってはいけませんので、
具体的な制度設計であるとか、審査システムをしっかりするとかですね、あるいは既存のシステムと接続、こういったものをですね、進めていきたいと思っております。このため若干その準備に一定の時間がかかる点はご理解いただきたいと思いますが、ご指摘のを踏まえてですね、最大限努力したいと思っております。大門美樹君。その別に出してもらう書類もですね、今と聞いているところによれば支払い調書とか源泉徴収用とか、あるいは受け契約書と。ただこれは仕事を頼む方にとっては別に義務になっているものではありませんので、場合によってはメールで頼んだりですね、いろんなことあるわけですね。現場では電話一本でやる仕事もあるわけですね。だから電子申請だからできるだけ、もちろん善意で早く給付するためにはもう定式化してパッパッと、ね、判断できるようにする。これはもう頑張ってほしいんだけど、ただそれは迅速化という観点であって、本当に事業をやってきた人では本当に困っ売り上げが減った人はやっぱりちゃんと支給してあげなきゃいけないわけですね。支給しなきゃいけないわけですね。それを考えると迅速化とともにやっぱりね、そういう書類も出さない人はまた何で認めてあげるかとかね、そういう判断はどうしても必要になると思うんですね。結論から言いますと、電子申請というのは先ほど言ったように迅速化の点では、ね、否定いたしませんので、しかし後になればなるほど、今もいろんな審査されていると思いますけれどね、いろいろ形式的なものが出せない方が出てくると。そうすると結局はですね、他の制度がそうですけれども、個別の窓口受付ということも視野に入れないと、もうコンピューターの画面では相談できないわけですね。コールセンターにかけても細かいと分かりませんと言われるわけですね。やっぱりその窓口受付ということもね、視野にぜひ入れてほしいんですけれど、いかがですか。那須の事業部長。電子申請でですね、対応できないような方について、どうすべきかというお尋ねでございます。で、私どもまず申請サポートセンターということで、全国の500箇所にですね、申請窓口のようなものを作ってですね、その場で助言をしながら入力をするということができるようにして、これ順次場所を開設しております。それからもう一つ、税理士であるとか、あるいは行政書士であるとか、商工会議所、そういったところにも経営指導員とか税理士とかですね、ある程度 そのノウハウを持った方がおられますので、そういう方 の、ご指導を受けながらデータ入力ができるようにですね、私どもからその各団体に対しては協力要請を行っておりますので、これも順次ご対応いただけるものと思っております。もう一つ、今ちょっと触れた商工会議所もですね、本来こういった仕事は商工会議所で窓口になっていただけることがよくてですね、今回たまたま他の仕事で今忙しいということで当てにしてなかったというかですね、十分に頼んでいなかったことはあるんですけども、今後はですね、人を増やすなどをしてですね、商工会議所の、窓口対応ということもですね、働きかけていきたいというふうに思っております。大門美樹君。ぜひそうしてほしいなと、もうそれが視野に入れてほしいなというふうに思うんですよね。でもう一つはですね、これはちょっと個別に何件か来ている例なんですけど、4月、事業承継の問題なんですけど、1月1日から4月1日の間ならば事業承継した方にこの持続化給付金は支給いたしますと、4月1日以降はダメですよってのがあるんですね。これ何かと言いますと、1月から4月1日の間に実はもううちはもうお店閉めようと思っていたと、もうやめようと思ったと。ところが100万円もらえるって話になったんで、急に誰かに後継がしてね、形として申請してね、売り上げも減ってることは実だからというような、何て言いますかね、そういうものを防ぐために1月から4月1日の間だけの事業承継だけ認めますよという制度になっているわけですね。つまり不正と言いますか、そういうものを防ぐための制度なんですが、実際にですね、4月に入って亡くなられた事業主の方って結構いらっしゃるんですよね。そうするとその不正でも何でもないと、
ちゃんと商売続けられてきたと。しかし売り上げが減っていると。で息子さんが後継いだと。でもその事業承継の期間が勝手に決められてるんでね、申請もできないというような事例があるんですが、これはもう当然、死亡届とかいろんな書類さえあればですね、当然特例というほどではないんだけど、柔軟な措置をしてあげるべきだと思うんですが、いかがですか。那須信部長。ご指摘のように個人事業主の方が、先代が亡くなられて事業承継をしたという場合においては、現時点のルールですと今年の4月1日までに開業届を提出しているということをもって持続化給付金の対象としております。で他方、こうしますと4月1日以降に先代が亡くなられてですね、どうしましょうというケースにおいて、現在のルールでは対象とならないということでございますけれども、今先生ご指摘のあったとおりですね、制度の趣旨に照らしてですね、支援すべき事業者の方がいらっしゃるということは十分承知しております。問題は一体どのようなその書類をご提出いただくのがですね、前の事業形態と、新しい事業形態の同一性をですね、担保することになるかと。持続化給付金が始まったから開業しようかなみたいなですね、そういうんじゃなくてですね、真に必要な方に持続化給付金をお届けするにはどうしたらよいかということで、ちょっとどういう資料をですね、要求したらいいかということは今検討中でございます。ちょっとなんていうんですかね、本当にこういう本当先代が亡くなられてですね、本当にお忙しい中でですね、その死亡届出してくださいっていうのは本当にこのいいのかどうかとかですね、ちょっと我々もですね、いろいろ躊躇するところがあってですね、どのようなことをお願いしたらいいかということは悩んでいるところなんですけども、何ができるか検討したいと思っております。大門美樹君。当然の対応ですのでお願いしたいと思います。で最後にこの間京都中心に企業組合の方々、企業組合の組合の方々が給与という形でやってきたために、実際には事業を営んでおられるんですけども、制度融資から除外されてきたといろんな問題があったんですけど、結局財務省は、公庫で融資を受けますと。で保証協会も融資は受けますと。それは事業をやってらっしゃる実態があるからと。で代わりに書類を出してもらえれば OK ということになってきたんですね。でところが財務省早かったね、決断。そういうことを投げかけて2日で検討して受け付けますと。で中小企業庁保証協会の方は4日かかりましたけど、受け付けさせてもらいますというふうになってきたんですね。この方々は事業主として雇用調整助成金の申請もされてますから、実態として事業やってらっしゃるんですけどね。でところが持続化給付金に関して言えば、もう2週間前にこれは当然事業をやってるんだから支給の対象になります、なると思うんで検討って言ったけど、未だ検討中と。で認めてもらえる方向のようなんですけれど、まだ検討中ということなんですね。でこれは京都の本当に中心でね、組合の方には西田さんの支持者いっぱいいらっしゃるんですよ、本当に、本当に。だからそういうのがあってね、与党に行った方が仕事ができるという方もいらっしゃったわけですから、頑張ってほしいなと思うんだけども、党派を超えた話、何党という話じゃないんですよね。ですからこれは現場で頑張って事業者を救うという点では、これ早く決断をしてほしいと思いますが、一言だけお願いします。那須信部長。ご指摘を踏まえてですね、取り組んでまいりたいと思います。ありがとうございます。終わります。はい。